どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ナナコポイントから ANA マイル、ANA スカイコインに交換すると、増量キャンペーンっていうのが10月1日からですね、始まっておりますよね。こちらの解説動画はね、こちらで解説させていただいているわけなんですけども、10月ね、なりましたので、今回の動画では、実際にですね、ナナコポイントを ANA マイル、ANA スカイコインね、交換やっていきたいなというふうに思いますので、このキャンペーンね、参加される方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、このキャンペーンね、すごいお得なキャンペーンというふうになっておりまして、7個ポイントから ANA マイルに交換すると 75% で交換することができて、スカイコインね、交換すると 150% のね、交換率で交換することができるんですよね。で、この7個ポイントっていうのはですね、ポイントサイトからもね、移行することができますので、ポイントサイトのね、ポイントね、まあ、ANA マイルにね、交換するにはですね、東急ルートっていうね、先日閉鎖がね、発表されたこのルートありますよね。このルートと交換率は同じっていう風になっておりますんで、来年の3月までね、このルートも利用することができるっていう風になっておりますので、まあ、ANA マイルはね、利用されたい方っていった感じになると思うんですけども、ANA スカイコインね、利用される方はですね、こちらポイントサイトのポイントはね、1万ポイントであれば1万5000スカイコインになるキャンペーンっていう風になっておりますので、かなりすごいですよね。ぜひね、利用してみていただきたいなという風に思うんですけども、このキャンペーンのね、おさらい一応ね、やっていきたいと思います。期間がですね、2021年10月1日から2021年10月31日までっていう風になっておりまして、エントリー不要っていう風になります。で、交換率は先ほど言った通りですね、7個ポイント500ポイントを ANA マイルに交換すると375マイルということで、交換率は 75%。7個ポイント500ポイントを ANA スカイコインに交換していただくと750スカイコインということで 150% の交換率となります。でですね、積算時期はね、申し込み完了後2日から7日以内っていう風になってるんですよね。このキャンペーンね、まずエントリーがね、必要ないっていうのもね、楽でいいかなという風に思うんですけども、このキャンペーンね、何がいいかっていうと、申し込みからですね、2日から7日で交換完了っていうことで、交換完了までがね、すごい早いんですよね。ですので、このキャンペーンいいですよね。ポイントサイトを貯めて、まあ、マイルをね、まあ私のチャンネル見ていただいている方はね、結構やられてるかなと思うんですけども、やっぱりね、マイルが実際に ANA マイル、JAL マイルね、あると思うんですけども、口座に本当に溜まっていくとですね、モチベーションね、すごい上がるっていう風になりますんで、またね、自分の口座にマイルがある程度溜まって、まあその状態でね、ビジネスクラスとかファーストクラスとかね、座席検索していると、結構ニヤニヤがね、止まんないんですよね。まあこれは私だけかもしれないんですけども、やはりね、この交換完了までがね、早いっていうのはね、キャンペーンとしてかなりいいですよね。で、交換レートなんですけども、先ほども言った通りね、マイルの交換率は 75%、スカイコインに関しては 150% ということで、今後もですね、ANA のステータス仕様ね、検討されている方はですね、この機会にですね、ポイントサイトのポイントを ANA スカイコインね、交換していただくっていうのもね、かなりいいのではないのかなと思います。まあ、1万円分が1万5000分になりますからね、かなりすごいですよね。それでは次にですね、各種ポイントサイトからのポイント交換日数ね、見ておきたいなと思うんですけども、こちら前回の動画でもね、出させていただきましたけども、こんな感じになっておりますので、大体ですね、どのポイントサイトをね、利用したとしても、2週間ぐらいでね、ANA マイルにね、交換完了することができるっていった形になっておりますんで、今からね、やっても十分間に合うっていった形になります。それでは実際にね、交換やっていきたいなと思います。私はですね、ポイントサイトから、ドットマネーにね、ポイント交換をして、7個にね、交換したっていった形になります。でですね、もう、ドットマネーから、7個まではね、ポイント交換しておりまして、今ね、この7個にポイントが溜まっていて、まあ、それをね、ANA マイルと ANA スカイコインね、交換やっていきたいなと思います。それではですね、こちらの動画の概要欄にね、公式サイト載せておきますので、そこでね、ログインしていただいて、交換していただくっていった形になります。でですね、ちょっと番号はお見せできないんですけども、7個のログインのサイトはね、こんな感じになっておりまして、7個番号16桁と、カード番号、カード記載の番号7桁っていうのがね、あると思うんですけども、で、番号はね、ちょっとお見せすることができないんですけども、ここのね、カードの裏側にですね、ここにね、こっちかな。ここにね、7個番号っていうのはね、出てると思うんですよね。多分うまく映ってるかな。大丈夫かな。
ここにね、7個番号っていうのが記載がありますので、上の段はですね、この7個番号っていうのを記載してください。で、下のですね、カード記載の番号7桁っていうのがあると思うんですけども、こちらね、製造年月日っていうのがね、この下にね、あるんですよね。で、この製造年月日のこっちの方にですね、7桁の番号がね、記載があるんですよね。この番号をこの7個のね、ログイン画面で入れていただくっていった形になるんですよね。ちょっとね、分かりづらいと思うんですけども、こちらね、入れていきたいと思います。ではちょっとね、やっていきましょう。これね、最初私もね、やった時ね、これどの番号入れるか全然分かんなかったんですけど、まあ、一回やればね、分かると思うんですけども、最初ね、ちょっとね、分かりづらいかなと思います。ログインすることができました。で、今のね、私のカード残高が、マネー残高が0円っていう風になってまして、ポイント残高が1ポイント。で、センターお預かり分っていうね、ポイントが、ポイント残高が1212ポイントということで、今回私はですね、ポイントサイトからね、1000円分だけこちらに入れたんですよね。この212円っていうのはね、なんかのキャンペーンでもらえたポイントっていった形になります。ではね、ここから交換していきましょう。ポイント交換申し込みっていうのはね、右上のバナークリックするとありますね。こちらを押しましょう。そうすると、ANA マイルの交換、ANA スカイコインの交換、ポイント募金ということで、まずね、ANA マイルの交換に行っておきましょう。あ、このページでね、交換することができそうですね。で、下の方に行っていただくと、ありますね。500ポイント以上で500ポイント単位でお申し込みいただけますということで、交換レートが書いてありますね。7個ポイント、500ポイントが250マイルですね。こちらキャンペーンの記載ね、特にないんですね。はい。ちょっと心配ですけども、まあ、大丈夫でしょう。はい。公式サイトからね、飛ぶとここに行きますんでね。では、行きたいと思います。同意の上申し込み。交換可能ポイント1000ポイントということで、ここで ANA マイルの番号と交換ポイントをね、入れていきます。ということで、ここで ANA マイルの、ね、番号を入れましょう。はい、入れました。じゃあ、ここでね、確認画面へってところを押します。そうすると、確認画面、もう一回出ますね。確認画面が出ます。で、受け取るマイルということで、あ、ここで375マイルって記載がありますね。ここでキャンペーンが適用されているかどうかね、ちゃんと確認できるんですね。これは素晴らしいですね。はい。で、これでじゃあ、申し込みしちゃいましょう。申し込む。ポイント交換申し込み完了ということで、これで OK ですね。では、続きましてね、スカイコインね、交換していきたいと思います。はい、ということで、会員メニューに戻って、また同じようにですね、右上のメニューから、ポイント申し込みですね。で、次は ANA スカイコイン。ポイント申し込みということで、こちらもね、先ほどと同様ね、キャンペーンのことは記載がないですね。じゃあ、同意の上申し込み。ここでね、また ANA のマイレージクラブ番号と、ポイント交換数ね、入れていきましょう。はい、入れ終わりました。ポイント、確認画面へ。あ、ここもね、ちゃんと、あれですね、キャンペーン適用ね、されてるんですね。これは本当にわかりやすくていいですね。では、申し込みを押します。はい、申し込み完了ということで、500ポイントが750スカイコインね、交換することができました。ということで、ポイント交換ね、完了いたしました。非常にね、簡単で、しかもね、ちゃんとキャンペーンのね、適用マイル数、コイン数がね、出るっていうので、わかりやすくてね、本当にいいですね。ステータス修行ね、今後検討されている方で、ポイントサイトにポイントある方はですね、ぜひ、ポイント交換ね、していただければなと思います。余談なんですけども、ANA マイルをね、ANA スカイコインに交換すると、5万マイル単位でね、交換していただくと、8万スカイコインね、交換できたりしますよね、ステータス。特典とか ANA プラスモアの方2倍とかねなると思うんですけども、この交換レートより今回のこのキャンペーンのねレートの方が交換レートはね高いっていった形になるんですよね。でプラスモアの2倍の方に関してはですね、こちら同じっていう風になりますんで、ダイヤモンドステータスのプラスモアでない方であればですね、こちらのレートで交換した方がお得になるっていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。